ETB 今日の ETB は、正しく理解しよう漢方治療と題して、風邪と葛根湯の作用について考えます。解説してくださる先生は福岡県の工藤貴文先生です。西洋医学はですね、循環器消化器というふうに臓器器官別にですね分けられてて、採血検査とか画像検査をして、細菌やウイルスなどが原因であれば抗生物質とかですね化学薬品を投与するんですけど、一方で東洋医学はですね、病気がですね、体本来の持つバランスの崩れから来てると考えますので、人間が本来持っている力、それを自然界の中にある生薬で治療するっていうイメージになります。心身一如って言葉があるんですけど、やっぱり体と心はやっぱりセットにして治療できる漢方薬は、人間の本来の回復力を助けてくれる、そしてプラス病気の予防にもつながると考えてますので、それぞれ併用するとですね非常に有用だと思います。今日ご紹介する葛根湯は、中国の古典医学書に記載されている風邪薬で、7種類の生薬が配合された漢方薬です。風邪のウイルスはですね、通常はですね体の中に入っても免疫細胞の働きで撃退されるんですが、免疫機能が落ちてくると体内でですね喉の痛みとか炎症が広がってきます。そして発熱を起こすことによって免疫機能を活発化してウイルスを撃退するっていうのが風邪のシステムです。初期の段階でですね、葛根湯を飲んでいただくと、直接ですね交感神経に働きかけてですね体温を上昇させてくれますから、体の免疫機能も上げてくれますし、ウイルスの退治につながるということになりますね。そしてその後発汗作用を促してですね、解熱作用プラス体力の消耗を抑える作用もあります。葛根湯は風邪の引き始めに服用すると、体を温め免疫力を高めますので、風邪に効果があるとされています。